福島合宿を終えた後は、まあ、そこから2週間後に、ですね、確か東京カップの1回戦を迎えたと思うんですよね。で、まあ、初戦はまあ2対0で快勝はするんですが、その本当に強いチームっていうのは相手に脅威を与えるので、うまくなくたってやっぱり脅威を与えるチーム、本気でボールを奪いに来る、本気でゴールに向かってくるっていう、あのやっぱりピッチで戦ってて相手にこう脅威を感じるんですよね、そういう強い相手。それを感じさせることができたのかなと思いながら、まあ、僕は90分見てましたと。で、その後のクリアソン戦では、ある意味僕らがその脅威を感じたっていうのが正直なところですかね。うん、まあ、ただクリアソンは選手のクオリティも高いですし、どんなカテゴリーでもやはりハードワークする選手が揃ってるんですよね。それこそ J1 にいた選手でも J2 にいた選手でも、みんなそのピッチ上ではハードワークする、多分プロの時と変わらないぐらいのハードワークをする選手たちが集まってる、すごいいいチームなんですよね。そういう意味で僕らやってて、僕らの方が脅威を感じたのは僕らだったっていうのが正直なところですかね。誤解を恐れずに言うと、その良くも悪くも失敗したかったんですよね。新しい監督、新しい選手で、もしくはこうなんていうのかな、新しいカテゴリーじゃないですか、多くの選手にとって。で、そうなった時って自分たちのこの相対的なポジショニングが結構わからなかったりして、一回はむしろ失敗しなきゃいけないと思っていて、でそういう意味ではその合宿で ある程度の手応え、ね、やっぱりそう練習なんかトレーニングなんか見ててもすごく質のいい、質の高いトレーニングやってるし、だけどサッカーってやっぱり難しいのは相手があってのことだから、その相手との力関係で自分たちへのスタイルっていうのができるわけで、そこがですね、やっぱトレーニングだけやってると結構わからない、見えなかったりして、でも心の中でね、どっかでやっぱりまあまあ俺らまあ結構できるんじゃないかっていうなんか気持ちがどっかに、もちろんそれはね、自信は持ってほしいんだけども、その自信と過信ってやはり紙一重で、そこのところが自分の相対的な相手との相対的な位置関係っていうのが意外と、まあ、みんな分かってないんですよね、やっぱり。で、東京カップうまくいってしまった時っていうのは結構リーグ戦苦労したんですよね。逆にこれでいいんじゃん、俺たち結構強いんじゃないと。だけどいざ本番のリーグ戦になると、やってくること、戦い方も変えてくるし、相手チームは、それこそ相手チームは僕らとの力関係を受け入れた上でいろんな戦い方変えてきたりするんですよね。で、そういうことも僕は経験してるので、まあ今シーズンも非常にクオリティの高い選手たちで、かつ本当になんていうのかな、愚直でハードワークもできていい選手集まったんですけども、いや、このメンバーで勝てないわけがないって僕も思ってるし、彼ら自身も思ってるし、もちろん監督の森も思っていて、でもね、それが一歩間違えるとやっぱ過信にもなりかねない。で、その試合の中でやってみて、あれって思って、そのあれって思うことが結構大事で、でこれをリーグ戦になって初めてあれって思うと、意外と修正が効かないんですよ。っていうことも僕は経験してきてるから、やはりあれって思うんだったら、この東京カップでそういう経験をしたいなと思ってたんですよね。なんか別に負けに行ったつもりもなく、全力で負けたんですけれども、ただ逆にやっぱ気づかせてくれたことは結構多くて、本当にいい試合だったなと思いましたけどね、その東京カップは。延期された時点で、とりあえずチームとしてのトレーニングは、その開幕戦が延期された時点で、一旦チームとしてのトレーニングのまず量を落としたんですよね。うん、で、そこから、
まあ、そうは言っても開幕3試合が延期されただけで、ゴールデンウィークちょうど今頃には開幕する予定だったので完全にトレーニングをやめるわけにはいかないなっていうので、ジムでのフィジカルトレーニングだとか、その、なんていうんですか、個別に、全員が集まってではなくて、少人数でのフィジカルトレーニングだとか、そういうものを、4月の第1週ぐらいまではやってたんですけれども、完全に前期が中止ってなった時点で、その活動を完全に止めたっていう。はい、そんなあれでしたね。まあ僕自身もなんかそうだったんですけども、なんかねやっぱねサッカーのない生活に慣れちゃうんですよ。でなんか自分がアスリートであることを忘れてしまうというか、あこれはまずいなと思ってですね、でオンラインのトレーニングにどれだけ意味あるのかちょっと僕にも正直わからなかったっていうのがあるんですけども、ただまあなんかやってみようと、できることまずやってみようっていうのがあって、まあまあオンラインのトレーニングでもとにかくその自分がアスリートであるっていうことを忘れさせないためにも、またやはりそのチームに帰属しているっていう、気持ちを、失わせないためにも、まあ何かしらの形でオンライン上でもなんかみんなが顔を合わせることにそれなりに意味はあるかなと思って、まあ、やってみたんですけどね、すごく意味はあったと思いますね、そういう意味では。今まあ、まあ、いつ、まあ開幕は7月12日になってますけども、まあこれがどうなのかわからないっていう不安の中で、ただやはりこうサッカーやれるというかですね、仲間と一緒にサッカーやれることがどんなに幸せかっていうのを改めて感じさせられましたし、でもしそういうチャンスが与えられるんだれば、やっぱりそこに向かって、全力で精一杯、準備をしていこうっていう気持ちを新たにしてですね、一生懸命チームとしてやれることをやりつつ前を向いて進んでますので、どうか温かい応援をよろしくお願いします。あいつは本当によくやってくれますよと、いやあいつは本当戦える選手ですよ、いやあいつは信用できる男ですよ、ね、そういう信用ってすげえ僕大事にしてるんですよ。